はい、えー、それではですね基本刑法読み込み講座総論編の第2回目の講義を行いたいと思います。えー、前回第1回目はですね、えー、レジュメで言いますと第1項犯罪論の基本構造そして、えー、その次がですね、えー、レジュメとして第2項因果関係論と。 こういうことでお話をしまして、実は前回はですね、因果関係論のレジュメで言いますと、ちょうど10ページまで、直接型のところまでお話したわけであります。ので、今日はその続きからお話をしたいと思います。まあ、危険の現実化の認定にあたってですね、まあ、一番難しいのはですね、 間接型間接的な危険実現累計の問題でありますでお手元のレジュメにあるかと思いますけれどちょうど11ページのところに冒頭に図が書いてあるかと思いますまあ、この図をじっと見ていただくとここが実行行為でそしてこれが介在事情でそしてこちらが結果ということになっていますでこの図を見てわかるとおり、まあ、ここが結果なんですが この結果を発生させたいわ、まあ、ば直接的な原因といいましょうか物理的な原因はこの海在需要の方にあるわけです。海在需要が持っている危険がこちらに現実化した。 こういう関係があるわけですが、えー、したがってこの事例の場合は介在事業と結果の間に因果関係があることは明らかなんですが問題はその前にあるこの実行行為と最終結果の間にもう因果関係が認められないかというのがこの間接型の問題でありますそしてこの図にありますように実行行為が持っているこの危険が、まあ、例えば介在事業が持っているこの危険に 何らかの影響を与えてそしてそれが最終的に結果につながったというふうに言えればですねこれはまあ間接的ながらこの自行行為の危険が結果に現実化したというふうに言えるのではないかこれが間接型というふうに言われているものであります。 まあ間接型というのは、こ言葉を変えて言い換えればです、ね、まあ、実行行為と介在事情、これがまあ両者相まって、い、え、わ、ー、ば結果の共同原因となっているものがこの2つなんだという、こういうものを間接型というふうに呼んでいるわけですね、実行行為と介在事情が両者相まって結果を引き起こした、まあ、共同原因というふうに言えるというもの、これを間接型というふうに言えるわけ,えいうわけであります。 でこの間接型で危険の現実化が認められるためには、まあ、そのレジメのすぐ下の記載にあるようにですね、まあ、2つの要件を満たす必要性があります。まず第1番目はそこの ① というふうに書いてあるところでありますが、まあ、実行行為がですね まあ、介在需要を介してまあ、結果を引き起こしたと言えるということがまず積極的な要件として必要になってきます。まあ、これを、えー、私は勝手にですね。まあ、間接的、結果、弱気性と自己行為、自体にまあ、直接的な結果、弱気性はないけれど、まあ、間接的な結果、弱気性があるというふうにま呼、あ、んでいるわけですが、これも私が勝手にそういう名前をつけているものですから、まあ、一般的なものではありません。まあ、いずれにせよ、自己行為が。 を介して結果を引き起ここしたとという,ふうに言えるまずことが必要でありますで実際このように言えるのはどういう場合かっていうとです、ねまあ、過去の判例をつぶさに調べて間接型のタイプで危険の現実化が認められている事例というのを分析してみると実は誘発型というものと危険拡大型という2つのものに分かれるわけであります。 で誘発型というのはです、ね、もう文字通り実行行為が介在時を誘発した、まあ、この図,の図でいくとです、ね、この実行行為が持っている危険が直接、この介在時の危険これをまあ誘発したと生み出したとこういうふうに言える場合を誘発型というふうに言います。 ということは実行行為に存在している危険というのは介在事情というものを誘発する危険が実行行為の中にあったんだということになりますでこれが誘発型というものでありますでそれに対してもう一つは危険拡大型というものであってこの誘発型とは違いましてです、ね、決して実行行為の危険が介在事情を誘発したわけではないんだけれど そういう意味では、この開催事業は実行行為と無関係に発生し存在したものなんだけれど、この開催事業というものが仮に存在した場合にはですね、まあ、それによって結果を拡大する危険というものを行為時に設定していたというふうに言える。 言い方を変えれば実行行為が持っている危険が、介在事要にももともと危険があるんですが実行行為が持っている危険が介在事要が持っている危険をい、ねまあ、わば拡大をすると大きくするそういう危険が実行行為時にあったというタイプを、まあ、危険拡大型と。 いう,ふうに呼んででるわけですね、えー、誘発型と危険拡大型の違いは実行行為が持っている危険が海在上誘発したというのが誘発型で誘発したわけではないんだけれど海在上が持っている危険をい、まあ、わば拡大させたと膨らませたというのが危険拡大型というものであります。でこの2つのタイプが判例上存在しているんですが 実は、まあ、判例の、まあ、いわば、間接型と言われている事例の8割型、あるいは9割型は誘発型なんですね。で、残りの1割ないし、2割が危険拡大型というものですから、えー 実際に試験問題で関節型の問題が出た時真っ先に検討すべきはこの誘発型じゃないのかなと誘発型ではないかと疑ってかかってみるとそして誘発型であるということをまあ確認をする。 もし誘発型でないということが決まったらじゃあ危険拡大型ではないかなというこういう順番で検討するのが適切であろうということです。というのは、まあ、8割方が誘発型ですか誘発型かどうか検討すればそこでもう決まってしまうこの第1の要件は満たしていると。 いうことが分かってしまうわけでありまして、誘発型でないというときに初めて危険拡大型かどうかを検討すればいいと、まあ、こういう手順で検討していただければよいというふうに思います。で続いて2つ目ですが、二のところに書いてあります、えつまり、一、えー、の自行行為が介在事業を介して結果を引き起こした、つまり間接的に結果を引き起こしたというだけではだめです。 というのは仮に実行行為がその間接的に結果を引き起こしたとしてもそれはカ在ザー自由と無関係に引き起こしたのであればこれはやはり両者相まって結果を引き起こした結果の共同原因と。 いうふううふには言えなくなくってしまうわけですね、えー、あくまでも間接型の場合というのは介在事情に結果を発生させる物理的な危険が存在しているわけですからそれにもかかわらず実行行為の方に,にも因果関係を認めるためには両者相まってい、まあ、わば結果発生の共同原因になったというふうに言えないといけないわけですね。でそののためににはやはやり実行行為と介在事情の間に 何らかの関連性が認められないといけないいいとけけわであります自己行為と介在中の間に関連性が全くない、全く別個のものであるということになると、両者相まって結果を引き起こしたというふうには言えなくなりますので、そうならないために、この関連性が認められなければいけません。でもとも積極的に関連性があるというよりも、関連性が否定されないことと。 いうことまあそういう意味で消極的な要件ということになります。まあ、これはまさにそこに書いてありますように共同原因であるということが否定されないための要件でありそこで検討すべきは具体的にはですね「海外事,いい事情の異常性というものを検討して介在事情の異常性があるということになるとこれは自行行為と介在事情の間の関連性が否定される」と。 いうことになります。介在需要の異常性がないのであれば、ま実、あ、行行為と介在需要の間の関連性は否定されないということになるわけです。で、このようにまあ2つの要件を満たした場合に間接的なあ、間接的危険実現累計に当たるということになり危険の現実化が肯定されるということになります。 で、この2つの要件なんですが、え丸1がまあそこに積極的要件と書きました。で、丸2は消極的要件と書きました。ということからもわかるように検討の順番は必ず丸1を先に、そして丸2は後にというのが検討の順番です順番を崩す答案というのは時々あります。介在所の異常性から先に検討する答案があります。けれど、これはあの？お まあいわばその,介在所の異常性という要件がどういう意味を持つのかということがまあ十分理解されていない答案という評価になってしまいますし最悪の場合いきなり介在んの異常性を検討するとこの人、この受験生は相当因果関係説とこの危険の現実化説を混同しているんじゃないかと。 いうふうに採点者に誤解を生む危険性があります。